行徳橋の急橋梁画像左に見えるのが稼働橋部分。航空写真。画面右端は新行徳橋。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成行徳稼働関は、千葉県市川市に位置し、江戸川を仕切る関である。江戸川の川口近くに位置するため、江戸川川口関とも呼ばれる。 1950年に着工し、1957年3月に、竣工した。かつては、行徳橋と一体構造であった。地盤沈下のため、1975年から1977年に、かけて、ゲートのかさ上げ工事を行っている。なお、竣工後50年以上を経て老朽化していたため、2010年度から5年間を、かけて、 ゲート設備の更新と赤柱の耐震補強対策を実施した。1911年に、利根川改修計画が改定され、利根川と関連して江戸川の流量を増やすために、川幅の拡幅工事が行われた。しかし、行徳付近から川口までの間は蛇行している上に、当時すでに都市化が進み民家などが多く、川幅の拡幅工事が行えなかったため、新たに、 行徳付近から東京湾に向けて直線上の放水路を掘削することになった。これと同時に放水路入り口に席が設けられ、行徳稼働席の前身となった。しかし、行徳席は固定式の席であったため、台風などの洪水時の流下量増大に対処することができず、1947年の カスリー退風襲来の教訓から江戸川放水路の流下能力増大のため、1950年に稼働式の席が着工され1957年に完成した。これが行徳稼働席である。周囲の航空写真。行徳稼働席のすぐ上流に江戸川と旧江戸川の分岐があるのがわかる。 1. 1江戸川水公門に、行徳稼働石3、新行徳橋国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成行徳稼働石には、離水と治水の2つの目的がある。離水については、海水の遡上を防止し上流での沿岸の発生を、防ぐ江戸川水公門と連動して、滑水時でも、 水位を保ち取水できるようにし、東京都と千葉県の農耕業用水や、約760万人分の浄水道水源を確保するという目的がある。また、治水については、洪水時にゲートを開放し、江戸川放水路に大量の水を流すことによって、周辺での河川氾濫を防止している。行徳河道石は竣工後50年以上が経ち、海水によって、 ゲートが腐食するなどの老朽化が進行しているほか、その構造上、川幅を狭めてしまうため上流での水位上昇の危険が指摘されている。このため、改修の検討が進んでおり、現存の席の上流170メートル付近に新たな稼働席を設置する予定となっている。しかし、人工物とはいえ設置から50年以上の年月が経っているため、 改修工事によってこの間に形成された環境が改変されてしまう懸念も出されている。このため、石周辺にある絶滅危惧種であるヒヌマイトトンボの生息地や干潟など、どう保全していくかが改修の検討における論点の一つとなっている。ありがとうございます。